船越義賃、船越義賃、船越義八1868年12月23日、明治元年11月10日から1957年4月26日は、沖縄県出身の空手屋。初めて空手、当時は当氏を本土に紹介した一人であり、小東官流の事実上の回祖。本土での空手普及に功績があった。船越義は、 明治元年、1868年、古跡城は、明治三年、船串吉久留の長男として、主義山川村、現、那覇市主義山川町に生まれた。同名は思えかめ、海上、東名は、姿よ、人し、領事に。広市船串家は、泊まり族の名門、広志市山岳の支流、文家であり、代々主治王府に仕えた、下級氏族、畜都氏。 築く家であった。祖父、義福は、聞こえの体君ん5聞こえを置きみうどん、最高新女、聞こえの体君の住まう5点の台所放出者、初期職を務め、退職の際には、右は両村、現、那覇市首里寺町に家屋敷を賜った、取れるが、父、ギクルルが、大酒のみであったため一家は没落し、義人が生まれた時には、借家住まいの困窮した生活を送っていた。 船越は早産だったこともあってか幼少の頃は病弱で、そのため母の実家、親泊り家で育てられた。当初、医学校入学を希望していたが、士族の象徴である、板草、片頭、曲げを切ることが上であったため断念し、代わりに教員の道を選んだ。沖縄県人情師範学校、明治13年開校。あと、沖縄県師範学校に解消の促成化。 一年課程、を卒業すると、船越は、準訓導の検定試験に合格し、数え戸市で十一歳、明治二十年の時、まず代表教員、準訓導として、教師生活のスタートを切った。その後、尋常化成果訓導検定にも合格し、正教員、訓導に昇格した。湖城や、湖城流の証言によれば、船越義陳は、明治十八年、 1885年春、16歳の時に初めな覇手の王や、古城大佐田、さだ、1837年から1917年に、当主を支持したとされる。しかし、五尺に満たない体格に、那覇手が合わない、または、大佐田との折り合いが悪かったのか、船越が支持した期間はわずか3ヶ月間に止まった。その後、船越は、主義手の王や、 アサトやスツネに本格的に支持することになった。首里貴族であるアサトが、泊まり士族の家系である船越に、首里氏を享受することになった理由は、船越がアサトの長男と意であったからである。アサトに支持した正確な時期は不明であるが、船越によれば、アサトは最後の琉球国王であった、正代公爵に随行して、明治12年。 1879年から13年間、東京の麹町、千代田区の名尾家に仕えていたという。朝都が沖縄に帰郷したのは、明治25年、1892年であった。それゆえ、船越が朝都に指示したのは、24歳以降であったと、推定される。朝都からは特に交渉君、関空の方を学び、これは船越得意の方となった。なお、 鎌倉の演学寺境内に建てられた石碑の碑文、大浜市に泉署には、十一歳の頃より、当主術を、朝と安常、伊都ス、安常の、漁師に学び、とあるが、朝との東京滞在中と期間が重なり、信憑性に乏しい。船越は、朝との唯一の弟子であった。また、朝戸に指示する傍ら、朝ととは、同じ松村宗根根門下で友人でもあった伊都 安常にも指示したと言われている。しかし、マブニ県和の長男、マブニ県境は、船越は、息子の船越義号を通じて、マブニ県和からイトスの方を習得したのであり、イトスには直接は指示していないと、その経歴を否定している。小学校で教鞭を取りながら、船越は、小学生たちに等でも指導していた。大正五年、1916年頃、 隣小学校で船越に当主を習った長峰進間によると船越は生徒たちに内反地、鉄器やピンアン平安の方を教えていた。なお、藤原良さんによれば船越は眞文城県話からピンアンを学んだという。これは船越が朝との時期で死で糸すからピンアン、糸すの創作型を習得する十分な機会にまれなかったからだと思われる。 しかし、後には、ピンアン先生と、あだなされるほど、船越得意の方の一つになった。その後、三十四年続いた、教員生活を終えると、船越は、先輩や友人たちと指摘に、沖縄学生講演会や沖縄勝負会などを、設立し、学生の支援や当主の普及、統一の活動を始めた。大正五年。 1916年、京都部特伝において、当主を演武。大正6年、1917年5月、船越は、マブニケンが自宅で開いた、沖縄当主研究会に参加。この会には、ヤブノリ道、花城長茂、宮城長順なども参加していた。また、大正8年、1919年からは、ヤブノリ道の推薦を受けて、 沖縄県市販学校の余暇、明治41年開設の生徒たちに、課外単位区として、当主を指導した。大正10年、1921年3月、欧州外遊の途中、沖縄に立ち寄った昭和天皇、当時、皇太子の前で、中学校、市販学校生徒が、首里城で、当主の御前演武することになり、船越は、その指揮を取った。 大正11年、1922年5月、船越は上京して、文部省主催の第1回体育展覧会、東京女子高等師範学校附属教育博物館において、当主の方や組手の写真を二野の,の掛け軸にまとめて、パネル展示を行う。翌6月には、行動館に招かれて、加のう五郎と柔道遊団者を前にして、船越と東京商科大学、現、 一橋大学の学生、義馬新勤の二人で、当主の演舞と解説を行った。この時船越は、高渉君、義馬は内反地を演舞した。下富坂、文京区の道場に、200人の会員が集まって、参観したと言われる。船越は、そのまま東京に泊まり、沖縄県出身者のための学生寮、名称塾に寄宿しながら、東京で、当主の指導をすることになった。 11月には、空手史上初となる、琉球憲法党史を出版した。行動官の演武は片だけの単独演武だったことも、あり、ランドリ稽古を重視する、柔道家には、あまり強い印象を与えることができなかったとされる。党での稽古が片のみという問題は、その後も繰り返し柔道家の側から不満点として、問題提起された。ランドリに相当する稽古がなければ、 本当の実力を図る物差しが当主にはないのではないかというである。船越の初期の弟子であった大塚博則、和道流海祖や小西康博、新東自然流海祖によると船越は当初十五の方を持参して上京したが、組手はあまり知らなかったという。このため、大正十三年、1924年頃、大塚が中心となり、 他の弟子の小西や下田武志らも協力しながら、大塚や小西が学んでいた神透上げ新流や、竹内流柔術を参考にして、組手が作り上げられた。本土における約束組手の誕生である。空手の約束組手が、神透上げ新流に似ているのは、このためであるという。大塚はさらに自由組手を東出に導入しようと、提案したが、これには船越が激しく反対し、 そのため両者の関係は次第に難しくなったと言われている。小西も型を重視する船越に釈然としないことで、後に船越を離れて本部、朝元に、弟子入りもする。教育者、スポーツ要素である船越から、教育者と対局の場で実践を経験をして重視する、本部に、おさむじは船越にしてみれば裏切りであり、小西を許せん。と声を上げている。 大正13年、1924年、船越は、党で、研究会長、戸名越義よの名で、空手史上、初めての団位を発行した。団位授与者は、か谷誠陽、大塚博則、小西康博、義馬新金らであった。同年13年、1924年10月、慶応義塾大学に、当主研究会が発足、翌14年。 1925年10月には、東京帝国大学にも当主研究会が発足し、それぞれ船越が初代当主師範に就任した。また、この年、船越は2冊目の著書、恋愛語浸透手術を出版している。前著が簡単なイラストによる型の挙動解説であったのに対して、この書では型の解説に写真が採用された。後に、船越は、 型の立ち幅などを改変するが、この書は改変以前の船越の型を写真で確認することができ、本土カラテの型の変遷を探る上で貴重な資料となっている。自由組手や試合化実現の問題は船越の頭痛のためであった。昭和2年、1927年、東大の投手研究会が防具投手を考案し、投手の試合化を模索し始めると、 船越はこれに抗議して、昭和4年、1929年12月、東大師範を辞任している。船越は晩年まで公に、空手の試合を認めることはなかったが、ただ船越が師範を務める大学空手部の中には、すでに昭和10年頃から船越には、内緒で自由組手を行っていたようである。同年、船越が師範を務める慶応義塾大学当手 研究会が機関誌において、半若信経の空の概念から、当主を空手に改めると発表した。空手の表記は、花城長主義が明治38年、1905年により、すでに使用していたが、東京で空手表記に改められたことにより、急速に空手表記が広まっていった。当初、沖縄空手界では反発もあったとされるが、昭和10年代になると、 沖縄県でもこれに追随して空手表記が広まった。本土で空手の表記が広まる中、当主表記に固執すると、発祥の地である沖縄県の地位が危うくなると懸念されたためである。昭和6年、1931年9月には、当時早稲田大学柔道部に席を置いていた、高等学院生、野口博士が船越を師範招き、空手研究会を創設した。 会長には教授大浜新選が就任し、そのまま部長に就任、昭和八年早稲田大学空襲部となった。昭和十年、1936年、船越は三冊目となる著書、空手道教班を出版た。この書では、日本の他の武道のように、新たに、道の字をつけて、こうして、当手術は、空手道という故障に改められた。昭和十四年、 1940年、船越は、豊島区増志ヶ谷に、念願の、小刀館道場を建設し、本郷区正五町、現、文京区の道場から移った。しかし、この小刀館は、昭和20年、1945年に、戦災で消失した。また、同年、船越の後継者として、自他共に認める三男義号が、病のため死去した。船越にとっては、 苦悩の年であった。昭和22年、1947年、船越は疎開先の多い他県から帰郷する。東京では、早稲田大学空襲部が、昭和21年、1946年から活動を再開していた。昭和23年、1948年、船越の門弟たちが中心となって、日本から手協会が結成。 船越はその初代最高師範に就任した。昭和28年、1953年には、神田協立行動にて、船越上京30周年を記念して、空手普及30周年記念式典が開催された、実際は31年目。昭和23年、1948年頃、船越と伊都市、安常の晩年の皇帝である、遠山広試験との間で、 空手の本家をめぐる論争を起きた。イトスの直系弟子を辞任する東山は、船越はイトス文化では冒険に過ぎず、イトスの直系に連ならないものは、沖縄空手の正党とは言えない。と主張した。また、円山が沖縄師範学校の本家卒業生であるのに対して、船越は沖縄県師範学校の促生家、一年課程出身であったことも、 この論争の争点の一つであった。演算は、市販学校本科でイトスから学んだもののみが、イトスの後継者であると主張した。しかし、イトスが市販学校で教え始めたのは、1905年、明治38年からであり、たとえ船越が本科に入学していたにしろ、戸籍上は1870年、明治3年生まれの船越が、イトスに支持する機会は会えなかった。 いずれにしろ、東山、船越論争を通じて、糸す門下の弟子の中に直系と傍系の差別意識があったことは確かのようである。昭和30年、1955年、日本、空手協会本部道場が完成。その会所式に船越は出席した。しかし、協会から独立した。 広瀬元信ら小東会所属の門弟たちに遠慮して、忠実な立場でいたいと考えた船越は、この道場にはその後出向かなかったと言われている。翌三十一年、1956年4月、船越は、教会の最高技術顧問を辞退する、胸の手紙を送っている。両者の和解を願いながら、昭和三十二年、1957年4月26日、永明した。 去年九十、船越の人柄について、自由組手の問題でたもとを分かった、大塚博則は、後に、船越さんという人は、子供のような心の持ち主で実に正直な人でしたと、公平で、客観的な評価を下している。船越は、本土の空手普及に、大いに功績があったが、その実力については、疑問の声も上がっている。自で死であった。 江上みしの十回によれば、当時二十代の工場の上段月きを、七十歳に近かった船越はやんわりと受けて、重心を崩し、逆に中段月きを打ち込んだという。一方で、著名な空手研究家、金城博士は、船越の小刀二十君の十一、空手は、湯のごとし絶えず、熱度を与えざればの水に帰るお例に挙げて、空手を長年稽古していれば簡単にお湯が水に、 戻るようなことはない。あれは、素人の考えだと断じている。船越は、生涯、自らの流派を名乗らなかったが、船越の系統は一般に、小刀管流と呼ばれ、事実上の階層と位置づけられている。今日、小刀管流は、日本次第流派の一つに数えられている。船越義沈の弟子は、数え上げれば、キリがないが、主なものを列挙すると、カス誠マコ用、 義馬新金大塚博則、和道流、小西康弘、新東自然流、下田武士、船越義豪、中山正俊、江上茂、広瀬元信、高木正とも、岩田成氏らがいる。なお、船越は漢学をはじめ若、書道にも幼少の頃から親しみ、小刀漢流の名は、船越の画号、小刀に由来している。墓所は 神奈川県川崎市の日蓮総吉政寺にある。また、毎年4月29日には、鎌倉縁楽寺の境内にある。空手に、先手なしの石碑の前で、小党道門会が、船越義陳先生をお忍びし、小党祭として、小党館の各団体、大学空手部が演舞を行っている。自分歌、海南新義勢空間海南の神技これ空間。 過半水日絶静電恨むべし水日して静電を立つ。誰作中高体制業誰か作るさん中高体制の号を各新奮発受け争点この心奮発して争点に誓う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。